金ダカップ打線は序盤バントを解禁するべき、ノブ県はバント解禁派。毎回やる必要はないけど、必要に縛る必要もないと思う。それだけで相手は警戒する選択肢が減って守りやすくなっちゃうし、今の野手陣の打撃成績見るなら初回と言わず戦況に応じて積極的にバントはありだと思うな。特に菊池を上位で使うならなおさら、せっかく秋山に当たりが戻り始めたのに赤松つかないパターンは多いような気も。出塁率より5つ確率が高いならバントした方がいい。そうじゃないならアウトを上げる意味がない。3つ上げたらランナー消えるんやから。いいところで打てないから得点力がない。だから送りバントはしなくていい。現状送りバントしていいのは小園の前の打者立て、得点少ないチームはスクイズとセーフティバント、もしくは全員長打狙いの送り。基本打てない、いいところではもっと打てないことを前提に考えなきゃいけない。バラは BA でバントの方が得点の損失がっていうのはほんまに正しいしかないやろか。チーム次第よ。ドジャースみたいに強打者並んでたらバントしない方が良いに決まってる。つまり今のカープの現状ではした方がええってことか。野球は確率のスポーツと割り切ってしまえば指標は概ね正しい。なぜなら長いシーズンではいずれ確率に収束するから。ただカープの攻撃見ててノーアウト1塁から連打連打で点は入る気はしないってのもわかるし、アウトを献上してまでワンアウト2塁を作っても点入る気がしないってのも両方わかる。個人的にはシーズン総得点にはバントの有無で変わるんだろうけど、勝ち負けが大幅に変わるかと言われたらそうじゃないと思う。バントとの比較なのに偏差値を考慮しない時点で正しいとは思わないが、バント走るってことはアウトは1個あげるのよ。ホームランが出る確率はゼロになるのよ。もしかしたら失敗するかもしれへんのや。いくら頻度とはいえバントは種類じゃない。投手含めりゃ1割打者が何人も並んでるようなチームはまだバントでもして相手がミスしてくれた方が楽まである。相手のミスんのはバントやなくても起こりえるやろ。要はケースバイケースだと思う。自チームと相手チームの先発選手の出来、それを監督が判断してるのかなというのが疑問。バントは打率によって有効性は変わると思うよ。相手がええ投手だったりすれば初回からでもメタな手段ではある。でもコントロールに苦しんでる投手だったりしたらただの悪手。